どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、新しいカメラを購入したので、それのね、簡単な開封動画を撮っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、僕は今 α7-4 ですね、今撮影している、このカメラです。このカメラを今メインとしては使っているんですが、もう一つ α7C というカメラも持っています。どちらもフルサイズの、ミラーレスカメラになっているんですが、今回はですねフルサイズではなく APS-C の、カメラを紹介していきたいと思います。で、まあ、今更ね、なんで、フルサイズカメラをたくさん持っているのに、α7 シリーズから抜けて、ソニー以外のカメラを買おうと思ったかというと、ちょっとね、あまりにもね、ちょっとこう耐えられなかった。実はですね、今回購入した、カメラ、ついにライカになります。ずっとね、まあちょこちょこ僕の人生の中で、ライカっていう言葉がね、聞こえてきて、まあちょっと欲しいなと思いながら、やっぱり値段高い。でもライカの色味とか写真とか、ああいう所有感とかって手に入れたいなって思ってたんですけど、まあ皆さんもう見たらわかるかもしれないです。ここですね、ライカの光が反射してますが TL2 になります。ライカといえばやっぱりすごく高いものになっていて、まあ、100万円とか場合によってはするんですが、今回はですね、ライカの TL っていう APS-C カメラになります。で、このカメラ定価だと25万円するものなんですが、もうですね生産終了してしまい、中古でしかもう手に入れることができないものになっています。で、このカメラが今ね手に入れた段階で14万ぐらいで手に入れることができました。で、なんかもうスペックっていうよりか、こうライカの色味だったりだとか、こうライカを持っているっていうところに僕はすごくね、今回この購入した理由になっているんですが、ちょっとね、ライカ自体僕初めての開封購入になるので、ぜひね動画に収めて記録していきたいと思って今日動画を回しています。では早速開封をしていきましょう。まずライカの、まず箱でけえソニーのカメラと違ってマジででかい。まあ、今新しいシリーズとかだと、まあ、サスティナブルでだいぶねちっちゃくなってるみたいなんですけど、まあ、この時代はまだでかいということで、ちょっとね開けていきたいと思うんですが、こんな感じでパカッてこうなんですかね、びっくり箱形式っていうんですかね、っていう風に開くのがちょっとすごいね、特徴的だなって僕思ったんですよ。で、ここからさらに、マグネットですよね。結構ね、分かんない、ヤフオクで買ったんで状態がどうかっていうのはちょっと微妙なところなんですけど、箱はねパッと見た感じかなり綺麗に管理されてたんだなっていう気がします。で、ここが磁石でパカッと開くように、くっついています。おー、管状態はかなりね、箱はいいんだよね。で、一番上のトップの部分に、まあ、おそらくカメラ本体でしょうね、本体があって、で、そこの前に、下のところにまた磁石だったのかな、これ。あ、磁石ですね。磁石の引き出しがあって、これ何が入ってるの？これなんだ？磁石の引き出しがあって、ここに多分、なんだ？何かが入ってる。なんか説明書かな？うん。なんか説明書っぽいのがなんか入っていて、あ、取扱説明書だね。うん、ここら辺は取扱説明書が入ってて、なんかいろいろなんだろう、よくわからない紙がいっぱい入ってる。で、下の下段の方になんかいっぱいヤフオクでね落札した時もなんかプラグみたいなものがいっぱい入ってたりだとかした。これはなんだ、これは、はい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 、ん、あー、ん、これはあれか、あー、ネックストラップが入ってますね。ネックストラップ、まずこのなんかゴムシリコンかな、なんか珍しい感じのなんかネックストラップが入ってる。見たことないね、こんな感じで。充電の充電器ですね、充電器。そしてなんだこれは、あ、これは多分コンセントだね、多分トラベル用の複数挿すことができるなんかアダプターっすね、これは。
あんまりこういうのね、俺使ったことないんだよね、正直。海外とかもまあ最近行くようにしたけど、なんかあんまりこういうの使ったことなくて、これ寄れないかな。ちょっとこんな感じのなんかトラベル系のアダプターですね、海外用の。本当にアダプター、アダプター、アダプター、アダプター。これはなんだ。あ、これは多分充電器のケーブルかな。USB-C2A のケーブルが入ってますね。まあ、内容物はまずこんな感じですよ。付属品かな。はい、ではちょっとね、すっきりテーブルにさせて本体側を開封していきたいと思います。ここにね、ライカっていう風に書いてあります。ライカのロゴ、やっぱりなんかちょっとね、これを見ただけでなんかテンションが上がっちゃうよね。いや僕ね、なんでこのライカ TL が良かったかっていうと、やっぱりね、なんかこうライカっていう存在をこう使ってみたいっていう気持ちがすごく強くて、それでね、やっぱりこれを選びましたね。ファッション的にもね、かっこいいよね。すごくこうレアなものって最近すごく流行ってると思うんですよ。みんなと同じものを購入するっていうよりかは、なんかこうレアなものを手に入れるってすごくなんか価値があるなって僕思うんですよね。なんでこの生産終了したカメラっていうのはすごくかっこよく感じる。うわーすごいねこれ。おー結構重たい、結構ね重たい。そして日差しが強くなってて、ちょっと白飛びしてしまってるかな。白飛びはしてたりしなかったりすると思うんですけど、いやーかっこいいよね。だいぶいやかっこいいね。やっぱりライカってなんかものづくりのなんか精神がなんかすごい伝わってくるね。持っている重みとか所有感とか、もうボタンとかもめちゃくちゃシンプル。これぐらいしかないからね、ボタンがもう 1,2,3,4 個しかない。うわで後ろはもう全部背面でタップで操作していくっていう流れですね。でこれ多分ね、前の所有者の人がフィルムを貼ってくれてるね、もうすでに傷つかないように。うわこういうのもいいとこだね。おほう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 、すげえすげえ。ライカ、ライカの、T、 これ見えるかな、あー TL2 書いてありますね。この TL2 っていうこの刻印もかっこいいね。もう所有感が素晴らしい。いやこのでライカのロゴがありますよと。本当に美しいね、このデザインが。とにかくうわかっこいいですね。で傷も今見たら、うん、傷はあんまり、そうね、パッと見た感じは傷は感じないね。めちゃくちゃ綺麗で、このなんかよく見るのがこれだよね。なんかバッテリーを取り出す時にピッとやると、これなんだ、これをこうやるとこう外れて、この状態だと落ちないんだよね。でこれをもう一回こう押すと戻っちゃうから、ポンとやって軽く押すとバッテリーが抜けるっていう。で多分 USB-C でもこれ充電ができると思うんですよね。でちょっと USB-C で充電、ちょっと電源入れてみるか。電源はでここに電源があるんですよね。ここにこの赤いところに電源があるんで、ここにちょっと電源を今入れてやってみたいと思います。ここをおカチッと入れます。そうすると画面上にこのライカの、初期化するとこれ出るんだよね。ライカ TL、 Welcome to the Leica TL。 うわーかっけー。でこれ画面がね、こういうタッチ操作ね、かっこいいね。ちょっとあー間違えた、違います、違います。言語は日本語で押します。日本語にして、決めていきますよと。セットで日付をちょっと入力して、画面のね、ちょっと画面進めていきたいと思います。はい、日付を設定しまして、想像よりも前の製品なのに、操作感がめちゃくちゃいいです。想像よりもすごい機敏に動いてくれるので使いやすいなっていうのが思います。そのコントロールのしやすさっていうのが滑らか でちょうどこの前の所有者がこの反射防止フィルムみたいなのを貼ってくれてるので、スベスベしてより操作しやすいなって今すごい感じました。でこんな感じのメニューになっていて、2400万画素の、撮影がすることができるっていうのがこのカメラの、まあ、具体的なスペックになっています。
でこれ2なんですけど、前のね、1の TL の方だと、まあ、オートフォーカスがちょっと遅かったりっていうところ、まあ、そこの部分が結構改善されてるみたいですね、このカメラは。いやでもほとんど傷もなくて、今触った感じなんか勝手にボタンが押されたなんか動き出したりだとかっていう不具合とかは今感じてないっすね。問題なくなんかやれてるなっていう感じで、 4K の30フレームまでのこれ確かね画質がね撮れるんですよ。ここにねフル HD とか動画の設定があるんですけど、これをスローモーション120とか 4K30 まで撮ることができるので、非常に直感的な操作でちょっと面白いですね。 4K30 とかで若干こう撮ってみるのも面白いかなと思います。で手ブレ補正もねこれ入ってる。俺正直あんまりねこのカメラをすごいなんていうのかな、めちゃくちゃなんかスペックを調べて買うっていうことはしなかったんですよ。もうこの製品をとにかくちょっと触って使ってみたいっていう印象でこれやったので、あんまりスペック正直調べてないんですけど、どうやら手ブレ補正もついていて、風切り量の低減とかもあるんだ。へえ、面白いね。で動画の画質とかもここで選択することができると。で押せば前の画面に戻ったりだとか、フォーカスモードとかも、はあ、はあははあ、いろいろいじれますね。 AF 補助光もあって、マニュアルフォーカスアシストとか、まあ、この辺はちょっともうちょっとね深掘りして、ちょっとねやってみたいと思います。で重要なのが僕ですね、実はレンズ買ってないですこれのレンズ買おうと思ったんですけど、なんかねシルバーのレンズがいいじゃないですか、どうせなら本体がシルバーだったらさ。もうエルマリートっていう18mm のカメラがあるんです、レンズがあるんですけど、それのねシルバーの色を欲しいなっていう風に思ってたんですよ。ただねなかなかねこうなんか自分の納得いく値段で売ってなかったりするので、まあ、それでねちょっと今まだ買うのをちょっと渋ってる状況です。ただね早く使ってみたいっていう気持ちがあるので、まあちょっとねそのうちすぐ買っていこうかなというふうには思っています。で、まあ、これの横にピンを刺すと多分これでできるのかな。これちょっと俺貼ってなかったけど、この横のねストラップとかつけるところ、これストラップは専用のやつなんだね。ってことはさっき最初にやってたストラップのやつが差し口パターンのやつだったから、多分専用のストラップになっていて、これは多分ストラップが付けられないのかな。面白いね。なんかそこら辺もなんかちょっと独特な動きになってるから、基本はこれで手持ちで撮るっていう感じになりそうですね。まあ一応なんかこうあるみたいだけど、はい、ということでね、今回は、ライカの TL2 を、開封してみたっていう動画になります。今後ですねこれに合ったエルマリートのね18mm のレンズとかが出てきた時に、再度ねいろんなものを撮影して感想だったりだとかレビューとかも含めて、やっていきたいと思いますので、ぜひともね、ライカの僕の初ライカの誕生誕生ってないねって感じですけど、ジャーニー旅が始まったっていうところで、すごくね、僕は今ワクワクしています。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。